本日のテーマ、週刊ダイヤモンド独裁的経営者ランキング30位、エデオン社長、久保正隆氏を切るということでお送りさせていただきたいと思います。ランキングの決め方については、動画の内容欄を見ていただければと思います。引用アンダーを引きます。今回の動画は、感想と引用が区別しづらいので、アンダーのあるなしで引用と感想を分けていただければと思います。注意事項といたしましては、金融商品取引法、証券取引法に沿ってやります。あくまでも分析は私独自のものになって、おります。したがって投資、商取引などについては自己判断でお願いいたしたいと思います。また、個人名を出しましたが、記事の中でたまたま個人名が出ていたので取り上げました。こちらについては個人を誹謗中傷しない、または名誉毀損しないことを約束いたします。後でネットから検索した事例も紹介いたしましたが、初めからこの事例ありきでなく、ダイヤモンドさんに取り上げられたから紹介するという形をとります。前置きが長くなりましたが、本題に入ります。まず、私事から始めさせていただきたいと思います。エデオンというと、2人の人を思い出します。まずは就職活動中に講習会に出会った人だった。その人はエデオンに入社いたしました。彼は売り場作りを得意としてお客様に好評だったが、店長に出しゃばった行動だと嫌われ、彼は辞めていくことになった。と私は思いました。私がよく動画にするあの関東のブラックホームセンターですら重宝する人材になっただろうと思った。まあそれ以下があるとは思いませんでした。そしてもう一つの話でございます。私が日曜日ごとに行く地域の寄り合いに来ていた人だ。この人もエデオンに入社した。彼女はお客様一人一人に対する親身な接客の中で必要な商品をまたより多くの商品を紹介して パートながら売り上げを作るのがうまいと言われてた社員でございます。しかし先輩社員店長に俺の客を取るのかと言われて退職していきました。私は個人的な噂話的なものを動画に載せない方針であるので今まで載せてこなかった。ただ個人的にはね、こう懈怠な企業だなということで買うのを手控えていた会社でございます。ところがですね、週刊ダイヤモンドさんが週刊ダイヤモンド2023年3月23日老害化賢人化独裁経営者実名ランキング、これ300人ぐらいですね、550人というのはちょっと前のデータなん で30位と、まあそれでも10分の1ぐらいのところに入りまして、かなり高順位に入ってきたため、この違和感がデータの中で裏付けられるのではないかと思い動画にさせていただきました。まずこのランキングに入る前にエデオンという会社を知らない方も多いいらっしゃると思いまして、ここで紹介したいと思います。我が地元は東海地方にあり、我が町には9店舗もあります。出店は西日本に集中しており、関東などの東日本ではあまり見かけない店舗でおります。でも、ケーズ・ヤマダと同じような家電量販店だと思っていただければいいと思います。まあ、比較的こう、テナントに入るタイプですね。ケーズ・ヤマダは、まあ、テナントに入っているところもあるんですが、例えば、イオンとかの中に入るとか、っていうのはあまりしないですよね。ケーズ山田は郊外に単独店っていうのは大体多いと思うんですが、エデオンに関してはテナント店で入る、イオンモールの一角に入るとかいうことが多い店舗ではないかなと思います。こっちで見る限りにおいてはそういう流れですね。こちらでもケーズ山田ありますのでね、はい。ではですね、週刊ダイヤモンド2023年5月23日、老害化賢人化独裁者経営ランキング、実名ランキングということで、独裁度が80点超なのに、正当性が5割を切る会長、社長が5人もということで、独裁経営者ランキング、30位、エデオン、会長兼社長、久保正隆氏。独裁度 72.66、
経営者の正当性 20.91 っていうことですね。 20.91 ですか。独裁度はリゾートトラスト前回やりましたけどね、この動画でやりましたの87点、そしてあのエディオンは92点。確かにですね、リゾートトラストは独裁者であることを認めますが、ますのは認めますけれども、とにかくエディオンのちょっとひどいのは正当性が 20.91、 50以下はダメってことですよ。前回のリゾートトラストでしたら40代ということで、ちょっととこれはその正当性ちょっとどうなのっていうところありますね。20とは恐れ入りましたね、これ。まあ一応ちなみにですね、この正当性の算出、経営者の正当性は100点満点、配点は PBR、株価純資産倍率が60点、従業員忠誠度、偏差値が40点というところなので、これが低いとなると、もはや、まあ社長退任のレベルとまあ申し上げてもいいかなと。こいついらねえ、いらねえよって言いたくなっちゃうレベルですね。本当あの言いたくないですけどね、こんな言葉ね、裏では言ってるとかそんなことはないですけど、私は。それでもう一つですね、役員総報酬ランキング1位は全役員の9割を独り占め。うわすごいですね。ここでまあ派手あるランキング49位、エデオン、会長社長久保さんということで2億8000万円、 45.8%、 BBR 0.64、 またこれまた低いですね。まあしょうがないですけれども、まあそれでまずですね、まあ解説をする前に役員報酬独占率ということで、金と権力は切っても切れない、全取締役の報酬をほぼ独占するような経営者は独裁度が高い可能性がある。報酬17億円で役員シェア5割の武田薬品工業の社長が26位、4億4000万円、三菱ケミカル社長が4位に入った。地位の高い人間はその権力を使って自分のポジションや報酬、特権を守ろうとする。これは政治家役員だけに当てはまる話ではない。企業経営者も同じである。昨年9月通産省現経済産業省の元官僚で東海ホールディングストップに長年君臨した時田克彦氏が77歳が社長を解任された。交際費を使った会食で事実と異なる申告を繰り返したり、社有施設で女性コンパニオンと婚約を行ったりしたというのが理由だった。すごいですね。やりますな。まああまりそういう話はしないようにしましょう。その後同年開示された調査報告書に面白い記述があった。報告書によると東海ホールディングスの役員は時田氏に対して意見を言うことが難しかった。時田氏が独占的に役員の人事権と報酬の決定権を握ってたからだ。このほか時田氏の定年、役員定年に関しては例外的な形で期限を定めない延長措置も取られていた。実際役員報酬の配分に対して時田氏には大きな裁量権が認められていた。2021年分の役員報酬、子会社取締役賞与も含むは時田氏以外の東海ホールディングスの役員が0から200万円、これに対して時田氏は1億2000万円と異様な経営者配分になっていた。報告書は賞与について全役員における時田氏のシェアを明示している。東海グループの役員77人のうち賞与をもらったのは31人、時田氏の賞与はたった1人でこの31人分の合計金額で 45% を占めていた。同社役員は時田氏は基準や理由の説明のないまま、他の役員と比較にならないまま高額の賞与を自分の自身に配分していた。この実例を受けダイヤモンドは編集部は経営者が独裁的であるかを判断するときに役員報酬の独占度が有用であると考えた。
対象者は報酬1億円以上で個人としての金額を開示する取締役、経営者役員報酬独占率は対象者がもらった報酬原則として子会社分を除くベースを全取締役報酬額、執行役のいる、会社はその報酬も含めてで割って計算した。次のページで役員報酬独占率が 20% 以上であった341人を実名で公開している。役員報酬が 5% 以上、5億以上の取締役は20人もいた。なお独占率で 50% を超える、こういったものは36人であった。ちなみに東海ホールディングスの時田氏は 48.1% で順位は37位である。独占 50% 超えのメンバーには三菱ケミカルグループや資生堂、ファーストリテイリングや小林製薬、武田薬品工業やキヤノン、塩野義製薬といった日本を代表するトップが名を連ねている。ちなみにメンバーの中で1位となった人物の独占率は 87.1% だった。まあ感想といたしましてはですね、週刊ダイヤモンドさんの役員報酬独占率ランキングに入っている企業に対するコメントの内容はこれまでの記事に対するコメントに比べても遠慮の言葉の見られない辛口のコメントが飛び交っております。役員報酬独占率の高い企業は本当の悪徳企業という言い方ができるのではないか。水戸黄門で言えば悪代官と悪徳商人は山分けをするが、役員報酬独占率が 50% を超えるとなれば悪代官が全部持っていく構図となり、これでは時代劇も作れない代物でございます。役員報酬 50% 以上の会社はまさに時代劇以下の腐敗の伝道、まあ現代の資本主義がいかに腐っているかを教えてくれる話でございます。まあこういう会社はいくら名大企業でもちょっとはてなかな。さて、話はエデオンに戻します。エデオンの役員報酬独占率は 47.5% でございます。 50% を割っているが強欲資本家が金を打たうことは変わりありません。あの事例に出した東海ホールディングス時田の 48.1% と数パーセントしか変わらない。まあ最初の方でですね、あのエデオンを辞めた2人の知り合いの事例を紹介しましたが、やはりこの強欲資本家のですね犠牲になったとしか思えません。さてこれから具体的例に入ってまいります。家電量販店不祥事事件騒動をまとめてみました。一番多いのはあの会社ということで、今回は家電量販店の会社が今まで起こした不祥事や事件騒動を多い順にまとめてみました。以前は某まとめサイトにまとめていたのですが、そのサイトが終了してしまいましたので、これからブログの方に載せたいと思います。ここではそれぞれの家電量販店が起こした不祥事事件騒動その記事を載せていますということで、まあランキング1位エデオン、やっぱりねって感じ。2位ヤマダ電機、まあこれねこの2つはねってことで、まあ具体的にはこういう事例がありますということで、まあ見ていただければと思います。後でね別な形で、まあ感想としてはですね、ほれこんなもんですと。まあいかにダイヤモンドランキングが正しいか、まあ実はですねこのランキングではですね、ダイヤモンドランキングで山田の電機が上で山田を取り上げたかったんですが、病気で山田社長を退任してしまいましたので、今回は割愛いたしました。今ではエデオン家電問題企業として君臨しているのはそもそも独裁社長がいるせいではないのか。役員報酬 45.9%、 そして2億8000万円の年収をもらってふんぞくり返っているわけでございます。そんな労働環境では社員は嫌気がなくなり、嫌気そういう不正を連発するのは当たり前でございます。もう
決算書で人的資本がと言われる時代、こんなことをやっていたらレッドカードを食らうのは、もう時代からね、レッドカードを食らうのは時間の問題であると思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。終わらせていただきます。